どうやらおいでなさったみたいですね。最悪のやつに毎度毎度嫌な感じするけど、今夜はひときわ特別か。結局ハイド君も瀬戸君もリンネちゃんとも別行動か。みんなそれぞれ行っちゃったね。ここんとこみんなとはちょっと仲良くしてたんだけど、私も野党としてかつてたもとを分かった私らは野党として動く。誰も気にしてないけど、地味な歴史的快挙ってことで私は考えてた。ミンネちゃんもなんだか喜んでくれてたみたいだし、まあこうなったら誰が一番にアンニャローを倒すか勝負と行こうじゃないの。みんなで無事にゴールで顔を合わせましょう。ほら、ゆずちゃん。なーに？もうお出かけの時間？早くない？なあ、お姉ちゃん。まあね、最後の夜だし、大事が起きたら困るから、早めに行っておこうかなって。そうなんだ、偉いわ。あやめの調子、最近どう？え？あやめちゃんなら調子バッチリだけど、突然どうしたっての？ああ、もしかしてなんか遊びで振り回して壊したりした？お姉ちゃんそんな重いもの持てないもん。ま、調子いいならそれでオッケー。その子もお年だし大切に使うのよ。そしてゆずちゃん、あなた自身も気をつけて。必ず断ち切ってきなさい、私たちを縛る呪われた鎖を。なんだ、分かってたんだ。さすが前任者様。ねえ、本当はあんたが行くべきなんだからね、人ごとみたいに。私たちを縛るって、あんた超自由だけどなんか縛られてんの？もうゆずちゃんの意地悪。私昔のこと思い出すとなんだか胸のあたりが痛んできて、普通はまた割れちゃう。だから都合のいい時だけ痛がるなっての。まあいいわ、今夜まとめて清算すればそのファントムペインも最後になるだろうし。んじゃ、私行ってくるから後のことよろしくね。はい、気をつけてね。あれなら大丈夫かな、ゆずちゃん。あやめ、あの子を守ってあげてね。ちょっと通らせてもらいます。オッケー、始めましょう。ファーストクローズリバイト、ホルホルヒーター、ホルホル開始。むしろ忘れてくださって結構ですけど。
見せてあげましょう、年季の違いに。OK、始めましょう。ファーストクローズディバイド、やりますね。やりますね。やりますね。研ぎします。やりますね。ほらほら、すべが甘い。やりますね。やりますね。これ以上負けられない。よし、絶好調。みんな甘く見てるし。セカンドクローズディバイド、行きます。やります。サッとカウンター、爪が甘い。サッとね。これ以上負けられない。遅く、サイヤー。爪が甘い。やりますね。サクサイヤー、チッチッチッ、爪が甘い。こうしよう。サクサイヤー、サクサイヤー、爪が甘い。一度オーケー、セッセッ、見切れるかな。ゴービス一刀流奥義、ハッサー、レッドだ。みんな、やりすぎちゃったし。このことはどうでもいいや。で、そういうあなたはナイト？ナイト、そうだな。その呼び名で構わぬぞ、侍よ。重大な夜ではあるが、このような出会いがあるとは私は幸運だ。神というのはなかなか粋な計らいをしてくれるものだな。いやいやいや、こたびは特別に重要な夜、このような浮ついた遊び心を持つなどあってはならぬ。でしょうね。察しますよ。あなたリヒトクライスの人でしょ。だったら今は遊んでなんていられない。ああ、せっかく憧れの侍と出会えたというのに、因果なものだ。どちらかがこの場で倒れなくてはならないのだからな。ねえ、そこも察しましょうよ。強いものが進む、その方が確実で無駄な犠牲も少ない。さすが、道は違えど剣の世界に生きるもの、理解が早く助かる。では刀を抜いていただきたい。早速勝負と行こう。おっと、このことなら気にしないでいいよ。準備はもうできてる。そんじゃ始めよっか。異国の騎士様、刀を鞘に収めたまま戦う。確か気合、いやモアイだったな。幼き日に母上より聞かされていた伝説の東洋剣士よ。そのようなスタイルで本当に戦えるのか、ますます楽しみでならぬぞ。いやい、いやいだっての。変なとこでボケないでいいから。まあ、ご期待に添えられるよう頑張りますともさ。一種格闘技戦みたいで燃えてくるね、こういうのって。ファーストクローズディバイド、ハラハラ。その調子だ、研ぎ澄ます。ここからだ。その調子だ、反則切り。その調子だ、反則切り。そんなに先行だ。やややや、研ぎ澄ます。やや、うち、やらせはしない。やらせよ。それで終わり。
りすぎちゃった。嬉しい。私は夜に関しちゃそれなりに長いからね。この勝敗は単にくぐってきた修羅場の差、あんま気にしない方がいいよ。邪魔をするなら願いましょうか。片付けるまでだ。ファーストクローズディバイン、耐えてみせる。ギリハッスハッシやるな。ヒュッヒュッヒュッマズドブネハラハラヒュッヤヤ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 ヤさて、ハイドキュン、これで決着だね。私の中に残ってた大きめの迷いが今消えた。心が軽くなったよ。よし、少し遊んであげようかしら。ファーストクローズディバイン、これはなかなかの威力ね。セカンドクローズディバイン、で喧嘩してこの暴れるの大好き人間どもめ、私の仕事を増やすなってのよ。もん？何何？私の顔に何かついてる？それとも誰か知り合いだったっけ？いや、すまん。なんでもない。挨拶が遅れたが、はじめましてお姉さん。俺は EFG に属する剣ってものだ。よろしくね。EFG？ なんだ、君あそこの人なんだ。で、何？その EFG さんがこんな時に。わざわざ私みたいなのに挨拶なんて、なんか用事でもあるわけ？用事といえば一つだろ、勝負だよ。ただ純粋に勝負を挑みに来た。あんたのそれと俺のこれと
どっちが勝つかやってみたい。ほほん、何か裏があるかと思えば本当に喧嘩目的なんだ。こりゃ珍しい。またナンパまがいのチャラい男のご登場かと思っちゃったわ。ただの興味本位で喧嘩売ってるんでもないんだぜ。あんたの表情さっき気になったんだが、なんだか落ち着きすぎててな。肝が据わってるのはいいが、ちっとばかし無警戒に見えて心配でな。立ち筋ってのは正直だ。そいつの思いが全部見えてくる。喧嘩ほど本音、本質、本性が見えるものもね。あんたほどの人ならわかるだろ。なるほど、その通りだね。言い分は分かったよ。まだ時間に余裕があるし、少しなら相手してあげてもいいかな。お、そう来なくっちゃ。拳で語れば大体分かるんだよ。大体理屈を重ねるのなんかめんどくさいだけだしな。あんたもそういうタイプだろ。何を隠そう、この俺もだ。ん？何よ、私までバカっぽい女みたいなその言い方は。お姉さん、そういうこと言う子は嫌いだな。あらら、嫌われちまったよ。こいつは残念だ。10年ほど男を磨いてから再挑戦させていただくか。そん時はまた頼むわ。うわ、カラッと明る。全然残念そうじゃないのはそれはそれでムカつく。願いましょうか。やる気なのね。パースパクローズディバイン、ヒックヨンシナイスサウダーヒラリサウダーケスコホラホラショーサンドスエイチェスト、ヒックヨンタカタカキリトグスコリアトグスケヤチェンジキリチェンジヒラダキヨサウダーサイダーホラホラヨシス見えてホイホラヒュッカゼダサウダーアンタクキリヨダヨダタカプツクリアシュッカしい立ち回り、技術も気迫も申し分ない。あんたみたいなのは大勢ここに来てないことを祈るばかりだな。
迷いなんてものはもう捨てたからね。ファーストクローズディバイド。あらよ、あらよ、だからさ、さっきて、あらよ、そいつはどこか。やるね、さっさこい、やめて、おりおりに短冊切り、そこ、短冊切り、だからさ、あらよ、短冊切り、全身の無駄にどう、さっせい、くるね、さとぎさっ、危ない。セカンドクローズ。デバイス。よし。サクサクだよ。やりやりやり。危ない。やりやりやり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 。だからこここれも僕の任務だ。ファーストクローズディバイド。さっさくやり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 やこのままで。冷静になれ、ロンドレキア。セカンドクローズ。ディバイドキッチン。このままでは。これからだ。読めたぞ。このままで。やりすぎちゃう。なかなかに素晴らしい立ち回り。正面切ってのご登場とは勇ましいお嬢さんだ。そうまでされるといっそ潔いね。名を聞かせてもらえないか。ゆずりは蒼月一刀流のものだよ。ひょっとしてこの名にピーンと、いやカチーンときちゃってるかね。なるほど、君たちがそうなのか。そうだね、正直に言うなら多少は不愉快な存在を思い起こすね。ただ誤解はしないでほしい。その名前自体に負の感情はない。彼らとの戦いは互いの信念のために起きたもの。彼らが悪である、僕らが善であったなどという気はない。だから君の言葉で言う、カチーンとなんてものは来ないよ。あら、それは衝撃の事実。てっきりもっと恨まれているのだとばかり。なんだか自分のご先祖様とお話しするってのは変なものだね。僕はあらゆる意味で君の先祖ではないけれどね、便宜上の故障として受け止めておくよ。まあそうだね、ご先祖様なんてのは単なる例えだ。今に至る英語の呪い、その発言者であるあんたへつながる道のね、私たちのつながりってのはそんなつまらないものなんかじゃない。あなたたちの戦いとその結果、強く太く疎ましく
とはに切れぬ呪い、それこそが何よりのつながりだ。私はそれを断ち切りに来た。暗く長いトンネルを抜けてね。今ならあやねちゃんがなんでこんな大立ちとして作られたのかわかる。長らく続く呪いを必ず断ち切ろうという意志だった。呪いか。今の僕の存在そのものなのだろうな。しかし僕もただ追い払われるわけにはいかない。亡霊にも成仏できない理由というものがある。ねえ、この夜は互いの意志のぶつけ合い、残りたければ勝つこと。言われずともそうするさ。君が払うか僕が飲み込むか、決めるは意志なる力。本気で来ることだ、蒼月の剣士。うん、ありがとね、ご先祖様。そんで残念だけど、ここでさようなら。ファーストクローズディバイド。そこそこ、ファネルダイヤル。やるね。さあ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 さまずいな。シャキーンほらほら、やり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 。見事シャキーンほらほら、さっしやるね。シャッさっかけシャキーン。見事やるね。やり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 。重いやるね。ほいそこだ、終わらないよ。ヒュッさっさりよ。短冊切り隠して、闇は消えたのであったし。僕としたことセカンドクローズディバイド、ディクニャン。やるね。ほい、カウンター。それで終わり。止まれ止まれ、ほらほら、シャウンター。シャキーン、ディクニャン。アンダクキリ、止めてちょ。止まれ、ザクシュ、ディクニャン。ほらほら、シャウンター。カウンター、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 シャウンター。ドーステイザイヤー、ヤヤヤヤヤ。おゆゆゆ、ディクニャン。シュッ、アンダクキリ、ディクニャン。ハイ、ヘイ、シュッ、シャウンター。はあ、あんたが英語か。まあそれ自体はどうでもいいかな。騒ぎの元凶だから切ったけど、これで滅さないなら何度でもやっちゃうかね。改革派の末裔、蒼月か。君たちに敗れてついえるのなら、それも仕方なしだ。ああ、お疲れ様。悪かったね、長く働かせちゃって。もっと早くに誰かが止めていればよかったんだ。だらだらと私のとこまで順番が来て、終わらせる決意に至るまで迷いまくっていたようで。いやいや、申し訳ない。けどあんたもさ、英語を無限とか迷惑なこと考えてないで、今の世界もいいもんだよ。これ知ってる？スマホって言うんだけど。返す言葉もない。僕は恨みにとらわれ、何も見えていなかった。もう一人の内なる自分のせいにして、全てを捨てていた。この体も器もそろそろ限界だ。最後に頼みたいこともある。幕引きをお願いできないか。それがあなたの救いになるのなら。ああ、頼む。さようなら、英語の句は終わった。本当に終わったんだね、あやめちゃん。さ、帰ろっか。
みんなの待つ場所へ。おい、ゆずれ！で、なんだよ、もう決着ついちまってんのかよ。やっぱ本気出すととんでもなく強えんだな。そりゃもちの論よ、あんた。で、ハイドキュン、次は君との決着かな。ん？バカ野郎、それはその、そのうちはっきりさせるって、もう少し待ってろ。いや、待っててください。キシシシシシ、かわいいの。やったのだな、ゆずりは。うん、任せなさいって。こんなの朝飯前だっての。この結末がリンネちゃんにとって最良の未来であるかはわからないけどね。長い後の歴史、その終わり。これで帳消しとは言わないけど、元凶となるもの、それが綺麗に消えてなくなったんだ。もうそれに関してうだうだ考え込むのはやめようよね。ああ、お前にそんな心配をかけてしまいすまぬな。それに兄のことも。そんなの気にしないの。何者がやってこようとね、あたしとあやめちゃんでこうズバッと解決しちゃう。って、え、嘘、あやめちゃん折れちゃった。さやまで一緒に粉々。嘘でしょ。そっか、あんたも年なのに働かせすぎちゃったもんね。あやめちゃん、あやめ刀、上地の誉れ。うちの神社に代々伝わってきた身の丈ほどもある長い長い太刀。あやめちゃんはあやめちゃんでもあった。幾世を超え、平穏のために多くのものを切ってきているはずだ。きっと、おそらく、多分、絶対、永劫の消滅とともに役目を終えるなんて。ひょっとしてあんたも夜を抑止するために作られた何かの役割を持つ鍵だったりしたの。私がここまで無事に来れたのもあんたの加護だったりしてね。ありがとう。あんたも安らかに眠りなさい。安らかに。ありがとう、あやめ。あの子のこと守ってくれて。私のすべてを捧げ、あなたを崩壊から守ってよかった。1年ほど前に起きたあの大事件、神器上地の誉れ、その寿命と崩壊。私とあやめは超すごい虚無と戦い、その後あやめは折れちゃって。同心の修復のため、私の全イグジス、私自身のベセルが必要だった。ゆずちゃんにはまだあやめの声は聞こえないのかしら。刀は社を守るためでなく、大事な人を守るためにあるってね。ゆずちゃんのために役立ったのなら、私も超痛かった甲斐があったな。さっと、それじゃあお姉ちゃんはこの辺で帰りますか。私もゆずちゃんも他のみんなも、明日から新しい生活が。安らかに、安らかに眠らせてあげたいけどさ、考えてみたらあんた祭事島なのよ、わかる？うちのシンボルなの。いなくなられちゃったら困るのよ。レプリカとすげ替えるなんて論外。方法は後で考えるとして、折れたとこくっつけて絶対元に戻してやる。まだまだ引退なんてさせないんだから、覚悟しときなさいよ。死んじゃう。
深呼吸。朝の日がこんなに眩しい。知らない世界で冷たい頬温めてる。許されるならばまた明日出会えるから。We'll be right back.